して江戸幕府の経済封鎖を受けた頃はだん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 最初は借金ぐらいですけど今度はもう借金の山。ここよりまだもう少し景色の色がありますので、ご案内します。はい。まあ、その頃からちょっとこう、大変な時代が、この時代に出てきたわけですけど、越えたった時に、この本堂の前にあった本堂の大きさがわかるんですよ。はい、何かというと、この今現在の本堂に、屋根の山から屋根から落ちた溝が、流れるように細い溝が掘ってあるでしょ、はい、ここに金属のグレーチングしてありますやん、はい、あれが今現在の溝でしょ、はい、前の本土の溝これなんです。ああ、全然違うし大きさだからここから向こうまであるわけから、いや、その大屋根から落ちてくる溝っていうのは全然桁が違うだろ、はいはい、こちらを見ますと省略に錦の里名所十景と言いまして、この山で十箇所美しいところがある。その一番筆頭が当然菩提仙川のもみじ、先ほどのところの川沿いにあるもみじの。当時重要池だった藤原道長があちこち探しに行くんですね。はい、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。奈良が清酒発祥の地と言ってる理由、大きく室町の200年ぐらいの話をして、今までの、もろみっていうのは、今はこの三段仕込みの話してますけど、当時っていうのはその酒母、いわゆる酒母みたいなやつを絞ったって結構ややこしくて、冷やっていうとなんか冷たいんですけど、のぞかんと